本日6月17日に福井県越前市高瀬にグランドオープンした麺酒場勘太郎さんに行ってきました。オープンは11時30分前にお店に到着、一番乗りでした。ピカピカの店内、カウンター席と座敷、テーブル掛けが2つありました。4種の武士の中華そばと唐揚げセットを注文しました。唐揚げセットはご飯がついて310円。いただきます。まずはスープから一口。かつお節のうまみが溶け込んだあっさりスープ。かつお節、ソーダ節、サバ節、ウルメ節に豚、鶏からできたスープはすっきりとして鰹節の旨味が表に出ており、私の好みのスープです。中華そばには珍しいレンコンが入っており、レンコンのシャキシャキ感がたまらない。大根の煮付けかな。このスープはやみつきになります。チャーシューは柔らかくてうまみが強い。こうして食べてる間にもお店は満員御礼。お店に入れなくて行列ができてます。鶏の唐揚げもお肉はジューシー。最近、福井県の流行り、魚介スープや鰹節を使ったスープを提供するラーメン屋さんが増えています。その中でも麺酒場のスープはすっきりとした中にも鰹節の旨味が溶け込んでおり、すごく美味しかったです。今日グランドオープンした麺酒場勘太郎さんの4種の鰹節を使った中華そばは美味しかったですよ。皆さんも食べに行きませんか。それ以外にも3種の煮干しの中華そばに魚介醤油混ぜそばもあります。種類は3種類あります。夜は居酒屋になるとのことでした。
最後までご視聴ありがとうございました。